中村雅人は奈良県五世市出身の元プロ野球選手。宇藤左打、篠塚和則に憧れ、柏ボーイズで小学3年生から野球を始める。同チームには中学3年生まで在籍。智弁学園高校では2年夏に3番右翼手として選手権大会に出場した。3年夏は4番右翼手として奈良県大会で3本塁打を記録し、 甲子園に出場。3回戦で、結田慎太郎を擁する東院学園に敗れるも、この試合で、本塁打を放っている。高校通算では公式戦、通算31本塁打の成績を残した。近畿大学では、伊藤義夫と同期で、1年次からレギュラーとして出場。関西学生リーグで、通算67試合出場、230打数68、安打、打率。 296、0本塁打、32打点の成績を残す。2004年に野村克也が監督を務める社会人野球のシダックスに入団した。同年の都市対抗では、アントニオ・パチェコ、オレステス・スキンデラン、佐藤二郎のクリーンアップへつなぐ役割を果たして、チームのベスト8入りに貢献。2回戦の日本生命戦では9回裏に逆転。 サヨナラタイムリーを放つなどの活躍で若自師賞を獲得した。同年は社会人ベストナインに選ばれている。翌2005年はアイブフワールドカップの日本代表にも選出されたが2006年にシダックス野球部が廃部となる。シダックス時代の背番号は26。同年のドラフト会議にて東北楽天ゴールデンイーグルスより育成枠二巡目指名を受け入団。 社会人時代の恩師である野村克也の下で再び野球を続けることになった。背番号はシダックス時代の背番号にちなみ126。2007年は育成選手ながら春季キャンプでは1軍メンバーに入っている。同年は2軍で52試合に出場して打率。346、153打数で三振はわずか7つ。チームトップの二塁打18本。 長打率は5割を超えるなどの好成績を残した。2008年は2軍で打率。354の活躍が認められて6月25日に支配下選手として登録され、背番号は99に変更された。支配選手登録後、早速1軍戦に出場し、9月4日のオリックスバファローズ戦で加藤大輔からプロ初本塁打。 10月4日の埼玉西武ライオンズ戦では10回裏虫満塁で大沼工治からプロ初のサヨナラタイムリーを放つなど結果を残す。オールスター明け後は一番打者としてレギュラーに定着。同じく7月に育成選手から支配下登録された内村健介と共に1.2番コンビとして活躍した。2009年は背番号を零0に変更。オープン戦では 絶不調で開幕は2軍スタートだったが、他の選手も軒並み不調だったため早々に1軍に昇格。5月25日の横浜ベイスターズ戦では、自身初となる初回戦闘打者ホームランを放った。6月11日の中日ドラゴンズ戦では、プロイル初の3番スタメンで出場した。満塁の場面で9打数5アンダー8打点と、シーズン打点の3分の1を、 満塁時にマークした。左投手を229と苦手にしていたため、終盤は見合いで高指示と併用された。右翼手のレギュラーとして初の100試合出場を果たし、打率273本塁打、9盗塁の成績を残した。2010年は同年監督に就任したマーティブラウンの方針で悪気打ちが禁止され、不振に陥る。開幕一軍入りを果たせず、 4月11日に一軍に昇格したものの3日で抹消。7月2日に再度一軍登録されて、以降は抹消されることはなかったものの、出場機会は一軍初出場を果たした2008年以降で、最も少ない26試合にとどまった。2011年は、牧田昭久の故障や鉄平の不振などもあり、主に右投手戦パーツ時の左翼主として、中島都也と併用された。 2012年、前半戦は3番や5番で出場することもあったが、打率は2割台前半と打撃の調子が上がらず7月2日に2軍打ちとなり、そのまま1軍に復帰することなくシーズンを終えた。シーズン終了後の11月4日、戦力外通告を受けた。その後、11月9日にケースタ宮城で行われた12、球団合同トライアウトに参加した。この模様は、 プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちでも特集された。しかし、打球団からのオファーはなく、韓国プロ野球チームへの入団も検討したが、2013年2月に引退を表明した。2013年より、仙台市内のスポーツバーを経営。その傍ら、仙台を中心に解説者としても活動している。一塁到達3.99秒の俊足とーダを、 持ち味とする外野手で、主に中堅手として起用された。プロ入り後は、右翼手や左翼手として出場することも多い。高校時代は4番打者として、通算31本塁打を放ったが、社会人時代は主に2番打者として、チームを支えた。難しい球も、真で捉える高いミートセンスを持ちながら、壺に入れば飛ばすパンチ力も兼ね備える。その打撃センスはシダックス。 楽天時代の監督である野村克也にも評価され、メジャーリーグの解説経験のある元西敦弘にはメジャーで通用すると評された。悪球打ちの技術を備え、2009年にはボールゾーン打率228を残すなど大きく外されたウエストボールやワンバウンドの球に対してでもバットを合わせてアンダにする。一方で、 ストライクの絶好球をあっさり見逃したり打ち、損じるなど淡白な打撃をしてしまうことも多く、苦手なのはど真ん中とも評される。2009年はファーストストライクでの打率が390と初級に強かったが、2ストライク後の打率は211と追い込まれてからの打撃に課題を抱えた。現役時代の相性は豆。プロ入り後は、 スポーツ新聞などでシダックス時代からの恩師、野村克也の秘密兵器や秘蔵庫こと紹介された。また週刊ベースボールで安物の天才と称されたこともある。シダックス時代に探偵、ナイトスクープの依頼で野村率いるシダックス軍団の一員として一般人と三角ベースで勝負をしたことがある。 入団直後の自主練習のオフ時に、その年の大物ルーキーで当時運転免許証を持っていなかった田中正宏を車に乗せて美容室に連れ立っていくなど一緒に行動していることがしばしば報道された。前述の同じ育成選手出身である内村健介とは2008年は背番号98、99として1.2番コンビを組んでいた。背番号 99を希望している中村の博加入後に背番号が変更されたが2009年シーズンにより中村の背番号が00内村の背番号が0となることが決定され結果的に背番号連番のコンビは保たれたが内村が2012年シーズンより背番号を6に変更した内村は同シーズン途中に横浜 DNA ベイス,スターズの藤田和也と トレードされた。ニックネームである豆の由来はワールドカップ日本代表でチームメイトだった草野大輔から坊主頭でちょこまかと動き回る中村の様子を見て豆粒が動いているようにしか見えないと言われたのがきっかけである。本人曰く当初は代表チーム限定とのことであったが後に楽天でチームメイトとなった草野と再会したことから再び定着したという。 チーム内ではいじられ、キャラであった。ありがとうございます。